そういえば昨日は浅野さんを見かけたわ。相変わらず忙しそうにしてたけど、何をしたのかまではわからなかったわね、だってば。そんな忙しそうにしてたな、あいつ。ほい、ということで、今回もやっていきたいと思います。ってことで、今日ね、あれなんよ。モニカのね、お誕生日なのだけど、プレゼントを用意していない。どうしよう、モニカのプレゼント。何がいいと思う？誰に聞きよんって感じやけど。何がいいかな？服やったらさ、その場で着替えてくれたり、着替えてくれんこともあるんかな？それけん、いいかなーとも思いつつ、ビオトープとかプレゼントしよっかな。え？もしかして置いとったかな？なんか誰かの家にあったような気がしなくもない。え？どうしよう。じゃあちょっと、モニカ。モニカっぽいもの、スワッグはどう？で、ちょっとスワッグプレゼントするわ。あ、ちょっと待って。あれは？包み紙。あ、どれがいいかな。水色にしとこう。よし、じゃあこれで、包む。はい、プレゼント完成。私に行きます。マミーさん、ヤッホー、どこ行くの？あ、水やり中？ご機嫌弱いな、サンタフン。話しに来たよ。今日は天気も良くて、まさしくお散歩日和ですね、ダフン。まあ、もう夜やけどね。確かに、天気自体はいい感じ。さあ、それじゃあ、モニカ、お邪魔します。おー、いた。アイナちゃんじゃん。あたいのバースデーパーティーに来てくれてありがとう。今日は遠慮せずに、たくさん楽しんでってね。あは。あってね、ちょっと、聞いてほしい。あのね、ライオネルが、島から出ていきまして、動画外で。でもって、またしても動画外で、てっちゃんがやってきたんよ。おーアイナ、お前もモニカの誕生会に駆けつけてきたのか？引っ越してきて早々誕生会に。オイラなんてトレーニング放り出して、ダッシュできたんだぞ、ジョリ。相変わらずの。あれなんよね、私の飛び森にね、昔おったんよね、てっちゃん。あたい、今日が来るのを指折り数えて待ったんだ。だって楽しいことしか思いつかないもん。やっぱ誕生日といえば、バースデーケーキも食べられるし、プレゼントあってもらえるし。あ、もしかしてアイナちゃんもプレゼントを持ってきてくれたの？あは。もちろん。私超ラフな格好できたな、ごめんね。まあ。中は何が入ってるんだろう。超ドキドキしちゃう。早速開けせてもらおうと。スワッグじゃん。えへへ、期待してよかった。これ大事にするからね。あは。飾ってくれるかな、スワッグ。あたいのためにどうもありがとう。これからも仲良くしてね。あは。似合うかなと思ったんだ。アイナちゃん、今日はお祝いしに来てくれて、本当にありがとう。あたい嬉しすぎて、さっきから胸がいっぱいだよ。あは。ちなみにね、てっちゃんね、昨日引っ越してきた。ばっかり。昨日？おとといか。おととい引っ越してきたばっかりで、私まだ家の中を見たことがないんよね。おいら、この日のために一生懸命練習して、ムーンサルトを披露したんだ。そんな、白さ、なくない？でも、モニカに部屋で暴れるなって怒られちゃったよ、ジョリ。まあ、そうだろうね。あれよね、アイダホと同じ系統よね。ちょっとね、あ、しかもね、聞いてほしい。この、てっちゃんね、本当はね、動画の中で言って欲しかったんだけども、初日に話しかけたら、初日じゃないね、二日目に外におったけん話しかけたら、人食い島からやってきたらしいよね。もしかしてこれってさ、通信したことのある人の島からやってくる感じ？え、じゃあ私の島にいたライオネルは一体誰の島に行ったのだろうか。モニカのやつ嬉しそうだな。友達が嬉しいと自分も嬉しい気分になるよ、ジョリ。でもこういうのって、もともとその違う人の島におった子とかは、やっぱ記憶はちゃんとあるってことよね。あ、帰る前に言わせて。今日は本当にありがとうね。お祝いしに来てくれて嬉しかったよ。プレゼントまで用意してくれて、なんだかドキドキしちゃった。またいつでも遊びに来てね。あは。かわいい。モニカかわいい。ちなみに、てっちゃんの家は、まあ、ライオネルの家があったところやけん。ここ、なの、
畑、レド、ここ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 。見て、なんかちょっとおしゃれな感じの家じゃない？普通に。家の外観は気に入った。家の外観はすごく気に入った。ただ、ライオネルがおらんくなって、てっちゃん様、なんて言うんだっけ、建設予定地みたいな。お知らせを見たときに、まあ正直えって思ったよね。がっかりしたよね。でもね、マイル旅行券で島に行ったときに、いい子おるかなと思って見たらさ、福子やったんよ。ちょっとなーと思いよったら次の日にもうてっちゃんが入っとったっていう、ショック。ショック。おし、なんか最近サメ多い気がするんよね。イエーイ。シュモクザメを釣り上げた。ハンマーみたいな頭だ。確か昼間も、お金稼ぎで、魚釣りとかいろいろしよったんやけど、サメをね、3体ほど釣った。サメを3体ほど釣りました。あ、そう、私、あれね、寄贈したいのがいっぱいおって、どうせ1体ずつじゃないけん、ババババーって寄贈するけんさ、動画外でもいいかなと思いつつ、なんとなく撮っといたんやけど、ちょっと待ってね、撮りに行くけん。アイテム欄を圧迫するから。よし、違う。生き物。これ全部寄贈するやつすごくない？クマゼミ、ツクツクホウシ、タマムシ、ルリボシカミキリ、オオクワガタ、スッポン。あ、なんかさ、カブトムシとクワガタがさ、今月いっぱいやと思うんやけど、8月。ねえけど、全然さ、その種類がゲットできてないんよね。よし、寄贈しに行ってきます。て。私、動画外でさ、全然寄贈してないけん。あ、この、ケイトさんおるんやけど、私が動画外で普通にこなしてしまいまして、今回はね、くつろげる格好かなんかやったけん、この格好がそれないんよ。くつろげる格好。なんかフェスに行きそうな格好やけど。でも、なんかすごい絶賛してもらえたけん、ちゃんと仕立て屋クーポンはもらいます。やっほー、ふうたくん。どうも。こんばんは、アイナさん。アイナ博物館へようこそお越しくださいました。私何かご用でしょうか？めっちゃ大量に持ってきたよ。お、そうですか。で、何を寄贈してくださるんですか？ワクワク。ということで、あ、ウニは寄贈しとったんか。普通のウニはあれで、こっちのパイプウニか。ほら、大量大量。いい感じ。はい、どうぞ。あば、まとめてお持ちくださったんですね。どれどれ？はい。では、ありがたく収めさせていただきます。あ、わざわざ取り出していただかなくて結構ですよ。こちらで勝手に引き取りますので。他に何かお手伝いできることはございますでしょうか？いや、大丈夫です。そうですか。では、自由にご見学ください。よしよし。ふう、一気に増えたね。あ、やっほー。みんな釣りしてる。さて、何が釣れるかね。ワクワクしちまうよ、だってね。どうしたの？釣り大会でもないのに。魚の矢詰め。オイラとの真剣勝負を逃げる気か？の心。真剣勝負かわいい。よう、精が出るな。き。世間話でも、君は何してるの？なんか昆虫観察か何か？一つ昔話でも聞いてくれよ。俺がとてつもない財宝を取り当てたって噂が流れたことがあってな。まったく身に覚えがなくて焦ったぜ。よくよく調べたら、ガキの頃に埋めたビー玉を掘り出したって話が元ネタだったんだ。めっちゃ膨らませられたんやね。噂話って面白いよな。どんどんおひれがついて、ビー玉が財宝になるんだからよ。まあ、もしかしたら、何か価値がついたかも。いや、ビー玉やけど。見て、カフェにね、ちょっと増やしたんよ。これ。ティーセット置いてみた。よきよき。お、ルーシーが家の中に。どうも。あ、私があげた服着てくれとるね。いらっしゃい、アイナさん。家でのんびりお話しするのもいいですね、よ。お話しして。
アイノさんにお聞きするのも変かもしれませんけど、アスムさんが好きな漫画って何なのかご存知でしょうか？よう。あ、知ってる知ってる。まあ、もうリサーチ済みでしたか。さすがアイノさんです。あ、今言わなくても大丈夫ですよ。私もご本人の口から直接聞いてみたいですよ。あ、なるほど、そういうこと。私に聞くんじゃないのね。んで、ちょっとね、シャンティが家におったよね、なんか。チラッと。チラッと覗きに行きましょう。ゴーゴーゴー。さっきね、モニカの家に入るときに見えたんよね。あれ？びっくりした。メッセージボトルかと思った一瞬。どうもーん。お邪魔します。よっ。アイナさん、遊びに来てくれて嬉しいわ、だってば。世間話でも。そういえば昨日はアスムさんを見かけたわ。相変わらず忙しそうにしてたけど、何をしたのかまではわからなかったわね、だってば。そんな忙しそうにしてたの、あいつ。多分お金稼ぎしてたんじゃないか。ちなみにこっちの奥の方に行くと、じゃじゃーん、フラミンゴ。ちなみにこの足上げとるのがフラミンゴのメスで、足下ろしとるのがオスらしいけん、なんかこっちにね、カップルのフラミンゴがおるのを奥でオスフラミンゴが恨めしげに見よるというそういう設定です。そういう設定に勝手にした。いや、実はね、あれ、オスのフラミンゴを一匹、引きで言うのはあれやけど、一匹ね、ちょっと間違えて注文したんやけど、注文してしまったし、置いとけーと思って、あっこにポンって設置しといた。あ、ちなみにね、さっきからもうすでにチラチラと話題に上がっているのだけども、じゃーん。ここがアスムのお家です。何気に。で、私がね、被ったレシピとかは、ここに置いとんよね。そしたら、私が寝とる間とか気づいた時に、アスムが拾って、自分で覚えとる。ん？なんか上におる。びっくりした。めっちゃびっくりした。上にツンドラさんおったやん。よし、ちょっと化石も、持って行っておこうかな。ゴーゴーゴー。とりあえず一個。これを、見せといて、今のカブトムシか？見せといて、ダメやったら、ちょっとささっとたぬき商店に、もうちょっとで閉まりそうやし。どうもー。ほほ、お手伝いできることがあれば、何なりとおっしゃってください。ってことで、化石の鑑定をお願いします。ほほ、では鑑定したい化石をお見せください。ワクワク。これです。さっきのシュモクザメも持っていきたいしね。どれどれ？うんうん。なるほど。ほほう。少々判断に苦しみましたが、これが、ディメトロドンの頭で間違いないっす。それにしても、ああ、もう寄贈していた。ということはもうこれは、売るやつということで。他に何かお手伝いできることはございますでしょうか？いや、大丈夫です。そうですか。では、自由にご見学ください。ことで行きましょう。ゴーゴーゴー。ちなみに、アスムのお誕生日も、道具街でアスムが普通に見よったけど、私と同じやったよ。どうも。アイナさん、いらっしゃいませ。ませ。今日はどうなさいましたか？買い取って。もうね、閉まってしまったら、せっかくのサメが。とりあえず、あ、これ真珠取ったんや、今日。ウニと、ディメトロドンの頭と、シモクザメで。いろいろお持ちくださったんですね。では計算しますと。はい。では合計15,200ベルでの買い取りでいかがでしょうか。化石とサメ両方あってもこんなもんか。まあいいや。ありがとうございました。ました。またいつでもお気軽にご利用くださいませ。ませ。どうもありがとうございました。ました。待って、なんかあれやね。マイルが。お。住民挨拶キャンペーン。たぬきマイル 200×2 ゲット。そして、
七ピチ釣り強化キャンペーン。たぬきマイル。150×2 ゲット。以上かな。あ、まだある。あ、これ?海の幸博士への歩み。海の底にはまだまだ知らない生き物がたくさん潜んでいるんだもん。これの3段階目?やっと、肩書き、波乗りダディ、波乗りマミー。たぬきマイル1000マイルゲット。私は波乗りマミーなわけやね。そして、あとは、あ、まだ。ショッピングで経済循環だなもん。島でベルを使ってくれれば、経済も活性化して、島の景気が良くなること間違いなしだなもん。経済を回す応援として、買い物のご利用額に応じたマイルを還元しちゃうだなもん。4段階目。肩書き、浪費家のセレブ。たぬきマイル2000マイルゲット。以上ですか。お、さすらいのトラベラー。やった、これ3段階目やん。肩書き、グローバルな放浪者。たぬきマイル1000マイルゲット。めっちゃ増えていく。そして、島の観光客アップ大作戦。お、これは?アイナ島の魅力をダイレクトに感じてもらうため、お友達や知り合いがいたら、じゃんじゃん遊びに招待してほしいだなもん。協力してくれた方には、マイルでお礼するだなもん。やったね。肩書き、おもてなし好きの友達。たぬきマイル300マイルゲット。イェーイ。やったね。なんかめっちゃいっぱい増えたね。マイル見えんかった。こっちか。107,920 マイル。まあ最近ちょいちょいね、ちょいちょいマイル旅行券使ってお金稼ぎに行ったりとかしようんやけどね。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで、あれなんよね、その最近マイル旅行券使ってお金稼ぎに行くのはいいんやけど、ポケットの数が決まっとるけんさ、パニーさんの島だけじゃなくって、マイル島に行った時にも、その場で、買い取りサービスをしていただきたい。ね、めっちゃ、いろいろ交換したり、諦めたりしたよ、私は。